1981年2月4日の日食は、1981年2月4日に観測された日食である。オーストラリアとニュージーランドの数少ない島で、近間日食が観測され、オセアニア中南部、南アメリカ西部、南極大陸の大部分及び以上の地域の周辺の一部で部分日食が観測された。 近間帯が通過した近間日食が見えた地域はほとんど太平洋上で、陸地はただ、オーストラリア南部のタスマニア島南部と、ニュージーランド南部のスチュアート島南部と、その2島に隣接する、もっと小さい島。また、近間日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、オーストラリア中東部、メラネシアの南半分、ポリネシア中南部、中央アメリカ南西部、 南アメリカ西部と南部、南極大陸のほとんどだった。そのうち国際日付変更線の東にある部分では、現地時間2月4日に日食が見え、西の部分では、現地時間2月5日に見えた。オーストラリアのタスマニア天文学会は、太陽の直径を測定するため、タスメニア等の近間帯の南北両側の、 境界線で18の観測地を設置した。しかし、雲の影響で南北両側の一つずつの観測地しか観測データが取られなかった。アメリカ海軍天文台もタスマニア島でポータブルビデオカメラで部分食の段階を撮影した。なお、月面の円にある凹凸の山のため、実際の日食時刻は月が均一な球体だと仮定して算出された時刻と些細な違いがあり、 イギリス天文協会もタスマニア島で近間日食を観測し、正確な日食時刻を計算する方法について研究した。ありがとうございます。